皆さんこんばんは、キャンディーレインです。それでは6月28日の、メンテ馬関係チェックやっていきたいと思います。よろしくお願いします。で、ま、今週も、ま、馬に関しては、まあ特にというか、7月1日のフェスタで、まあ、マドロミのドゥームのお話が、まあ、来て、ちょっと実装がいつかあれですけど、まあ、いますので、はい。まあ、家具とか、あと、船ですね、はい。で、あと、なんか、知識とか、まあ、なんか、ストーリー追加とかですね、はい。で、まあ、そんなこっで、まあ、馬ないっていうことで、はい。いいと思います。はい。ということで、まあ、特に馬に関してはなしということで、はい。以上でアップデの方内容になりまして、次、これ、サブサンの国サマーシーズン、はい。シーズンのやつで、まあ、GM ノートですね、クーポンとか、サマーシーズンとか、まあ、その辺ですかね。朝の国の、まあ、まとめですね。はい。まあ、一応、ホットって見ときまあ、先週買ったのかもね。まあ、朝の国、冒険ガイド。一目で見る朝の、わかる朝の国。はい。ということで、まあ、そうですね。まあ、この辺、飛ばしていきましょうかね。はい。で、あと、お知らせのニューですけれども、まあ、クリエイター、はい、新しいってことで、今回私は応募していません。はい。ちょっとは、まあ、バイオのちょっと動画上げての多くなってきたしとか、まあ、いろいろありまして、はい。で、以上です。で、今週のイベントですけれども、10日間、なんか、闇の精霊が用意した、連続依頼を、まあ、クリアすると、まあ、なんかいろいろもらえるっていうことですけれども、まあ、後で見ますか。まあ、馬に関してはまあないっていうことですかね。あと、フェスタ来ます。フェスタコイン。まあ、これも挑戦課題。これも挑戦。マイレージで買う、あ、ありますね。マイレージでですね。もうすでに、はい、この期間ですけれども、貴重な締め訓練が100マイレージで買える、100ですね、確か。買えますので、まあ、買いまし、お忘れなくということですね。あと、まあ、フェスタコインのログイン報酬と、あと、まあ、なんか、これなんかバフがもらえるやつですね。っていうか、ちょっと、あ、これまだ来たばっかりか。ちょっとやってないんですね。あ、すいません。まあ、そうですね。これ前、昨日、なんか前からあったような気がして、これ、まあ、ここ19までですけども、まあ、いろいろ、まあ、フェスタのコインと交換できたり、まあ、馬に関しては例ですが、で、この中、まあ、一生活経験値とかあるんですけども、まあ、当日経験値はまあないので、まあ、この辺ですね。生活の経験値獲得量ですね。はい。この辺がありますということですね。はい。まあ、最終釣り狩りですね。はい。馬は2では得られません。はい。でもこれも、クーポン。ログボですね。はい。これは前からあるやつなので、で、これ、そうなんです。結構、これちょっと、中身がですね、表示、SS 取っといて、ちょっと取ってなくて、これ馬関係結構あるので、このドクマン、これ買うのを忘れなくてことですね。この辺、結構ね、結構あるんですよ。この辺、包みに、はい。なので、お忘れなくてことですね。あと、ま、抽出イベ。
ディスコードサーバー参加とかですね。あとこれ、あ、そうですね、530枚%戦闘スキルとクローンとか、まあその辺ですかね。まあ馬に関しては、まあこのマイレージ商店、はい、でお忘れなくということですね。はい、であとはまあホットフェスタとかで、ニューですね。イベントニュー、演奏会。ああ、これ来てた。これ来てたんですね。なんか、うっかり、ああ、そっか、先週23日の金曜日か。演奏会。いや、ちょっと私、一曲作曲して、まだちょっとアップしてないやつあるので、しよっかなっていう、すごいよ、あれなんですけど。ちゃんと七夕向けに曲作れやって話なんですけど、まあ、ありますね。4月2日。はい。まあ、音楽なんかありますということです。まあ、馬には関係ないのです、次行きます。はい。で、月の聖域ボスを、まあ、これ7月12日です。ですけども、ボスを、まあ、もらえる。まあ、馬がなんか関係なさそうですけれども、はい。まあ、イベント来てます。あと、さっきのマイレージ商店に、この、まあ、幻想場、普通の幻想場のやつですけども、締め訓練の箱あります。で、もう一つ、そうですね、イベントの方にですね、無双のもありますので、ちょっとそれだけチェックしておきますけれども、4月18日までなんですが、さっき馬に関係ないとか言ってたのじゃなくて、あれどっかに、ああ、これか。ここかな。これ、フェスタコインの交換、あ、そう、ここですね。これどこだろう、フェスタ。これかな、ここですね、今こそ。はい。じゃちょっと次見ていきますけれども、フェスタコインの交換の中にですね、無双の羽毛があります。フェスタコイン40個で無双の羽毛 1枚。カモンあたり週1回なので、木曜日初期化っていうことは、これに、いつまで。フェスタコインが、だから、ですね、28なので、次、1、3枚ですかね。12にもらえる、13か、13もらえる、6もらえる、28、3枚。トータルで3枚、もらえるはずなので、ちょっと行ってこい。無双の門が3枚。だからトータルで合計で3枚もらえるはずです、多分。なので、この交換は、絶対お忘れなく。で、あと余裕あれば、まあ、今は足りないの原石ですね。あとは、まあ、旬目訓練とかありますけども。はい、ということなので、このフェスタコインの、ララ、集めてララと交換ですね、するのを忘れなくということです。はい。で、次、はい、これコイン、これさっきのやつかな、これさっきのやつですね。はい、はい、じゃないか、あ、フェスタコイン、あ、これ行ったり来たね、これがフェスタと、あ、これさっき見たやつですということなので、フェスタコインの、無双の羽毛交換をお忘れなくということですね。あとはまあ新しいのはなくということで、次いきますけれども、まあ終了するのがなんかベルかガモンスカーンの選択の、まあログイン、ログイン方式、ログイン方式っていうか挑戦課題のやつと、
朝の国の挑戦課題のやつと、その辺が終わるということですね。なので今週、まあ、フェスタコインの無双の桃の交換を忘れないっていうのが大きいところです。ということで以上でイベントの方終わりまして、あとパール商店ですけれども、そうですね、馬に関してというと、この辺ですね、まあスキル変更券と角笛ですね、これが半額あります。なんでこんなちっちゃいんだろうって感じですけど、はい。あとはあとマイレージ、さっき言ったマイレージでありますということで、なのでまあこちらマイレージの方は忘れなくということですね。まあクーポンもあるので、何かパールで買う人はこのクーポンの方もマイレージ交換してからという感じですね。はい。あとはバッターですね。エリア、エリア。ということで、以上でパールシェントさんを見ましたので、あとグロラボと韓国見ていきますけれども、グロラボですが、まあ、馬関係何かあるかなといえば、そうですね、うん、まだ、うん、まあグロラボの方馬関係もないかなという、でいいと思います。はい。あと韓国の方もですけれども、はい、まあララナだだんだな、まあ船とかですね、まあ馬関係はまあないということで、以上で韓国とグロラボの方もまあないということで、あとインベン見ておきますけど、まあちょっと先週だから、あのホバーの確率はなんかもう最高で 3% 超えないんだなみたいな話でした。ここですね。はい。で、その以外のなんか情報があるのかと。まあ、ない。ないですね。まあ、はい。ということで、まあ、まどろみのドゥームがいよいよ、1日のフェスタで、1日ですね、フェスタで発表になりますので、まあ、特にライブとかしませんが、また多分来週の、確認の時なんか話するかなっていう感じに、まあ、なると思います。はい。ということで、以上で内容を見ましたので、あとは、パール商店見て終わっていきたいと思いますね。少々お待ちください。それではパルソーテ見ていきますけれども、そうですね、クエスト、これ登場物あるのか、あるね、ありますね、はい。ということで、これまあそれぞれのところでまあ見ていこうとは思います。はい。で、マイレージにもあるので、それぞれ見ていきますね。はい。で、マイレージの方見ていきますと、まあ、この、新芽訓練の箱ですね。これが交換できます。100マイレージで。で、あとまあ、登場物のなんか買うときは、このスクーポンも、まあ、先もらってからということですね。はい。で、あと、まあ、ペットも特になく、登場物の方見ていきますけれども、まあなんか、フェスタ、これ 30% オフで、これは、バグの割引ですね。バグ
とあといろいろもろもろついてきて、あ、まあ結構 30% オフ、あ、まあそんなもんなのか。まああのバグも欲しいし、イタッケも欲しいという方はまあお安くなっているので、はい、まあ結構5個でね、まあ大量に買えますけれども、はい。であとはさっき言ってた、ここ 10% オフずつですね。登場物スキル変更券。これは、まあ、カム当たり1個ですね。まあ、さすがにだいぶお安いので。あと、こちらの角笛も、まあ、カム当たり1個で、半額で出てますので、まあ、この辺、ちょっと買いたいと思ってた人は、お買い得です。安いです。私も、まあ、買おっこかなっていう感じですけど、どうも。ということで、まあ、以上ですかね。多分。うん。はい。ということで、以上で、パール想定の方を見ていきましたので、終わっていきたいと思います。それでは、6月28日のメンテ、馬関係テック、終わっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。それでは、失礼します。